Yes, yes, yes!Yes!Good job, m a <laughs> クブ m a c 選手の2試合連続のホームラン。これが決勝点になって。で、その後も小園選手ね。もうね、4月、不調、不審で悩まされていた小園選手のあの追加点となるライト前。 これをね、さあ、左のエース、床田選手が完封で守り抜く、素晴らしいゲームでしたね。いやー、いい流れだ。もうね、点取った後の次の試合の日っていうのは、あんま点取れないもんなんですよ。前回の試合のベイスターズ戦、17対3、ホームラン5本出た後の今日の試合、 相手は、日選手。今、阪神で一番いいピッチャー。いや、今、セリーグで一番いいと言っても過言ではないくらいの防御率も誇ってる、この日選手に、しっかりとね、もう打線が良かったよ。5回までで80球も投げさせて、投げさせて、投げさせての6回に一発ボコンと。あー、もう素晴らしい夢でしたね。はい、ということで、振り返っていきましょう。スターメンこちら。 はい。もう最近はずっとこのスタメンですね。中村健人選手が一番。ただ校長の末金選手は今日はベンチスタート。というスタメンでした。で、試合は始まって、さすが、両投手、後投手。ああ、西選手も徳谷選手もいいピッチングを見せてね。もう5回までゼロ更新。えー、で、迎えた6回ね。まあもう本当に5回まで80球投げさせて、西選手もね、 少し、球の切れが落ちてきた中の6回。先頭の龍馬さんがね、2試合連続ホームラン中の龍馬さんが、あのね、追い込まれてから粘って粘ってね、最後も落ちるボールね、もうほんと難しいボールだったよ。その難しいボールをもなんとかバット片手、右手一本で持ってったライトを、せーのね、ライト前ヒット。 あれはさすが天才的だったな。う、えーん。西選手もがっくり来たでしょ。もうほんと、そんぐらい素晴らしいボールだったからね。ただ、さすが天才バッター、龍馬さん。あー、素晴らしい。で、これ、ノーアタランナー1塁になって、バッターを4番のマック選手。日曜日の試合、ホームラン2本放ってるこのマック選手ね。もうね、まあ、早めに追い込まれて、で、 アウトコース、低めのめちゃめちゃ際どいボールがね、2球あったんですけど、それを審判が両方ともボールと言ってくれてね、で、その後に、少しだけ甘く入ったスライダーを、勝ち込みレフトスタンドへの先制ツーラホーラン。マック。いや、素晴らしい。え、もう4番に入ったんですけど、ホームランがあんまり出てなかったんですよね。 えーん。だから、おととい、その前か。3日前まで、ホームラン2本でしたから。うん。ホームラン2本のところを、日曜日2本打って、そして今日も1本。ああ2試合で3本のホームラン。もう、すごい。<laughs> これはでかかったね。なかなか日選手からね、ヒットは打つんだけども、 チャンスで点取れない、一本出ないっていうイーングが続いていた中でのこの6回、激圧。うーん。で、今日はね、審判との相性も良かったなっていうのは感じました。トコちゃんはね、割と打たせて取るピッチングで、まあ三振もあったりしたんですけど、うん、そういうピッチャーだって、で、ニス投手もね、すごいいいボール投げてたんですよ。うん、ただね、 そこの右バッターのアウトコース低めのボールこれをことごとくボールにされてたんでね。そういう意味では今日審判のうちにちょっと分あったのかなっていうのは感じました。いやーにしてうまく、最高でしたね。でも、トコちゃんがナイスピッチで6回、7回とね、しっかりと三者凡退で抑えて、迎えた8回の表、カープの攻撃。この回からピッチャーは岩沢選手に代わって、先頭の龍馬ちゃんがデッドボール。 で、迎えるはホームランを放っているマック選手ね。これマック選手がね、ラーエンドヒット、インコース気味のストレート詰まりながらもうライト前持ってって、ノー当たらない、一塁三塁。なんかね、エルドレット選手を思い出しました。うん。ホームラン打って、で、その後ね、詰まりながら、詰まりながら、 あ、落ちたみたいな、ライト前、ね、うん、なんかエルトレット選手の時によく見たなって思って。ほんとマックちゃんもね、エルちゃん、あーみたいになってほしいなと思いますよ。さらに、坂倉選手、デッドボールでノーアタランダー満塁の潜在一部のチャンスここで終わったわ構造の選手ね。ええー、この前、試合で、 今シーズン初ホームラン打った小園選手がしっかりと一、二塁間を抜けていくライト前ヒット。これで三点目。でかい一本。ああ、本当にでかい一本だったね。ノーアウト満塁ってあんま点入りにくいんですけど、そんな中でね、少し甘く入ってきたボールをしっかりと捉えてのライト前。やっぱりね、あのベイスターズ戦でなんかつかんだのかな、うん、っていうのは感じますね。 すごい振りがシャープだし、あんまりね、前足に突っ込んでる感じもないですから。いやー、これからも期待です。うん、ただ、その後、カープの大当たりな満塁からね、1点も取ることができず、うん、ちょっと嫌な流れの中なんですけど、その裏の、カープ、トコちゃんがすごいピッチング見して無失点。で、9回もマウンドに上がります、所コ選手。 この9回がね、先頭の近本選手にね、ピッチャー強襲のヒット、何安打で、ノーアトランナー1塁。そっから中野選手にはライト前ヒットで、ノーアトランナー1塁2塁のピンチ。ここ3、4、5、クリーンナップですよ。でもね、一歩ホームラン出れば同点。この場面で、まず先頭、マルテ選手が外側のストレートね、 これ捉えられてたんですけど、なんとかね、トコちゃんの9位が勝ってのセンターフライ。これでワンナウト。で、続くサトテル選手ね。サトテル選手たちはね、インコースボール、アウトコースボールと、ストレートで2球ボール先行になってしまって、カウント2ボールノーストライク。そっからの3球目。ややね、甘く入ったんですけど、綺麗なまっすぐじゃなかったね。んなんかね、ツーシーム系統のボールで、 通信向けとのボールだっただけね。サトテル選手も、少し詰まってライトフライ。うん、これでセカンドランナータッチアップするも、ツーアウトランー一塁三塁と、ここまで来ます。で、バッターは5番の大山選手。この大山選手に対してはね、スリーボールまで行くんですね。えー、カウントスリーボールノーストライク。ただ、そっからでも振ってくるのが阪神の大山選手。 その4球目をね、ここでも振ってきて、また同じようなツーシームケートのボールだったらあれは。で、それでサードゴロー、コースケ選手がさばいて、スリーアウト試合終了ロ <laughs> コちゃんは去年の9月以来の完封勝利。自身2度目の完封勝利ということでね。本当に素晴らしかった。いやーね、いいね。これで4勝目だよ。 トコちゃん4勝目。ええー。<laughs> マジでいい。うん。あのね、防御率、セリーグ防御率ランキングで、トップ10。そのトップ10の中に、カープの先発人、何人いると思います ?4 人もいるんですよ。やっぱりね、投手人熱い今年。ええー、その4人は、あの、大瀬良選手、森下選手、で、栗選手のこのトコちゃん。 この4人なんですけど、あともね、遠藤選手とアンダーソン選手、この2人で、今下、いますけど、玉村選手とかもね、いて、いや、ほんと先発陣熱いなと思いました。ね今日のとこじゃね、なんと言ってもストレートが抜群にキレッキレだったね。うーん、あのね、大山選手にも追い込んでからのインズバでね、ストレートで三振取ったりと、ああ、ストレートが切れて、このストレート切れてんのと、 あとから、あの、さっき言ったツーシームケートのボールうん。で、忘れた頃にやってくるのがゆるいカーブね。あのカーブも素晴らしかったね。うんあのパームボールもね、パームボールもありますからね、とこちゃんには。っていうことでね、もう、変幻自在のピッチングだったね。今日は、本当に、すごい。<laughs> 5回までね、打たれたヒット1本で、結局、 9回投げたのはヒット5本ね。イアンダー無失点ですから。うーん。でも4勝目。4勝1敗。もうすごいよ。いやー、マジで最高です。とこちゃん。ナイスピッチングでした。はい。ということで、カープ、これ2連勝ね。で、明日、クリ選手がね、マウンドに上がります。クリ選手もね、ほんといいピッチング続いている中で、あんまり、こっちのクリ選手はあんまり勝ちに恵まれてないんでね。 クリス選手の方が防御率はいいんですけど、トコちゃんの方が勝ってるっていうね。うん。まあ、それはね、対戦相手がいいっていうのが一つ要因としてあるんですけどね。えー、クリちゃんはカードの頭でずっと投げてましたから。ちょっと雨とかの影響でね、変わって、今はトコちゃんがカードの頭ですけど。そう。だからね、今クリちゃん2戦目投げられてるピッチャーなんで、今が勝つチャンスです。で、明日の阪神の先発、秋山選手ね。 秋山選手今年そんなに良くなくて、カープ戦2試合投げても、防御率も今9点ぐらいかなうん、っていうところでね、もうここ数年ずーっとやられてた秋山選手に、今年はなんとかね、しっかりと打ち崩すことができてるので、明日もちゃんと打ち崩してね、3連勝、今乗ってる阪神を食って食って、食ってほしいなと思います。あのね、ベイスターズ戦、 もう今、対戦成績8勝1敗なんですけど、これタイガース戦もね、今6勝0敗1分けということで、まだ負けてません。<laughs> 素晴らしいね。こういうね、しっかりとね、勝てるような球団を作ってるのがね、今年でかい。うん。そういうチームは優勝できますから。はい。ということでね、明日もね、勝ってほしいなと思います。ということで、今回この辺で、よっぽり言って、いうんだ。 ナイスピッチ「命かけた勝負の舞台恐れずに進め」